初期キリスト教美術は、キリスト教初期段階の美術を指す。おそらく2世紀末から3世紀初頭に制作が開始されたと思われる。ローマ帝国勢力圏内で発生し、604年、教皇グレゴリウス一世の死まで続いた。古代ローマ末期の文化を母体として、政治的、宗教的状況の変化の狭間で、東方、西方世界それぞれに発展して行った。 キリスト教独自の図像は、後に、進学体系の発展に伴い、徐々に確立して行った。キリスト教は、おそらくユダヤ人の少数派として、ローマに入り、母国パレスティナと、経済的、文化的関係を保っていた。聖パウロが61年頃に、ローマに到達した際には、すでに組織化されたキリスト教共同体があった。 初期のキリスト教信仰者は、貧民階層や奴隷たち、そして特に、ローマの中産階級であったが、次第に、裕福な上流階級の一族も回収するようになり、しばしば邸宅の一室を集会の場として提供した。ギリシア語で集会を意味するエクレシアから、教会の先駆けとなるドムスエクレシアが生まれた。このような集会場としての遺跡は、非常に少ない。 かつては313年、コンスタンティヌスによるミラノ直令で信仰の自由が認められたのを機に、この上にバシリカが建設されたためと考えられていたが、教区教会の発掘調査の結果、各教会堂は必ずしも支度教会から発展したものではないことが分かっている。3世紀初頭には、墓所の不足から地下墓所が作られるようになるが、 キリスト教徒の多くはここに埋葬された。地下室の使用は、迫害から逃れるためではなく、すでに存在した異教やユダヤ教の地下墓所を利用したもので、ローマのラティーナ通りには4世紀後半のものが残る。3世紀のローマではすでにキリスト教信仰が確立しており、ローマ市の7つの教区に配置された7人の女性が、それぞれ城壁外のカタコンベを管轄していた。 この時期の新たな芸術中心地として、コンスタンティーノーポリス、ミラノ、ラベンナなどがある。パンを祝福する羊4世紀後半フレスコ40、X28 センチメートルローマコモディラのカタコンベ3世紀まで、キリストは、良き羊飼いや、羊など象徴でのみ表された。イエスキリスト表現の禁止は、 キリストが人間と神の両性を持つことを正式に認めた二階や公会議の後に緩み人間となった神の御言葉を人の姿で表現することが可能となった。キリストの生涯における重要な自責の表現はそのメッセージを伝える上で重要となったがそれだけではない。キリストの賛美はテッサロニキ直礼の後キリスト教信仰を持った皇帝を間接的に 祝福している。帝国と教会の関係は、ますます緊密になり、特に5世紀からは、キリスト教徒であるということが、未開の野蛮な世界に対する文明社会の取り出で、あるかのように考えられた。初期にはイエスは、ゲなしで表現された。これは、カタコンベ内のフレスコ画や、ローマのサンタコスタンザ教会のモザイク、石棺浮き彫り彫刻に見られる。 続いて現れる、ヒゲを生やしたキリストは、シリアのキュニコス派哲学者の伝統に由来する。さらに、ローマ帝世紀の図像を用い、キリストと皇帝を同一視した皇帝としてのキリストが描かれるようになった。建築については、ミラノ直霊が分岐点となる。ミラノ直霊以前には、多くの場合、礼拝は、家屋建築内の礼拝所で行われたと考えられ、 これをドムスエクレシアへと呼ぶ。その後に、教会堂建築であるバシリカが作られるようになる。また、ミラノ直霊以前からカタコンベが、キリスト教徒の墓所として用いられていたが、これは、採石場の跡や、水道設備など、すでに作られていた地下の行動を再利用し、拡張させたものも多かった。カタコンベは3世紀から5世紀初頭まで墓所として、用いられたが、 その後は、ミラノ直霊以前の迫害期に殉教した殉教者の墓所が殉霊地となり、殉教者の墓所に至る行動や、墓所の周辺が整備され、地上のバシリカ型教会堂建築の形態を申した礼拝所が地下に設けられる場合もあった。最初のバシリカは、ローマ、聖地エルサレム、コンスタンティノポリスに建設された。まずはじめに、 モデルとされたのが古代ローマの公的建造物としてのバシリカで横長の号牢式、桁組み屋根がかけられ、新牢の奥にこれと直行する牢が設置された。ここは、司教や司祭が使ったので、聖堂内人聖職者席と呼ばれる。司教座聖堂の場合は公人に、司教の座が置かれ、異教建造物から層を得た祭壇があった。公人のハンクーポラ。 アプシスの開口部にはアーチ型構造があり、外線門型アーチと呼ばれた初期キリスト教の制堂建造物は平らな壁と内部を照らす大きな窓であるクリアストーリを特徴とする。4世紀からは特に首都や殉教者に捧げられた集中式建築が普及し始め、さらにコンスタンティノポリスの聖使徒教会やミラノのサンロレンツォ教会のように 皇族の礼拝堂が作られるようになった。ローマでは、ミラノ直礼直後に、コンスタンティヌスによって、最初のバシリカが建設された後、ローマの司教が、その重要性が増してきたことを称するように、新たなバシリカの建設を支持するようになる。相次ぐ再建と改変により、手つかずで残っている初期キリスト教バシリカの例は、わずかで、今日見られる外観は、 修復を受けたものが多い。中でも建築上、重要な意味合いを持つものは、すでに触れた、ローマのサンタ・サビーナ、トリーアのコンスタンティヌスのバシリカ、サンタ・ポリナ・アレイン・クラッセのような、ラベンナのバシリカである。会食のズ・フレスコ 115X65、センチメートル3世紀前半ローマサンカリストの、カタコンベキリスト教初期段階の絵画や、モザイクも、 すでに存在したキリスト教以外の宗教の既存の芸術の表現形式を意味の読み替えを行うことで取り入れている。象徴的な意味合いを持つものとして、ローマ美術において墓所に用いられた会食図がある。これを最後の晩餐すなわち新たな宗教での基本的な儀式である生体配慮の表現として用いているとかつては理解してきたが、現在では、 墓所で行われた僧霊の会食図と理解されている。異教とキリスト教の表現において、同時期に似た要素が見られるのは、当時壁画制作に従事していた職人たちは、異教とキリスト教の区別をすることなく、両方からの注文を受け、その場合に応じて制作していたからだと考えられる。絵画様式はリアリズムから始まり、より象徴的な簡易な形態に移行し、 古典後期の地方的、庶民的な美術となっていく。313年の迫害の終焉をもって、絵画は、同時代の異教絵画のようにより豪華になっていく。良き羊いの、図像ローマプリシッラのカタコンベグ像を否定、すなわちでエジプト期に基づく、神を表現することの禁止は3世紀まで続いたため、神を連想させる象徴を用いなければならなかった。太陽。 羊、キリストの受難のシンボル。それから、ギリシア語で、イエス・キリスト人の呼吸聖種の頭文字を取った。エクサスが魚を意味することから、キリストの象徴として、魚が用いられた。シンボルとしては他に、怒り、鳩などがある。その他の図像としては、聖書物語場面の描写や、キリスト教的概念を示唆する描写がある。後者としては、 キリストの博愛を象徴する良き羊飼いや英知の象徴としてのオランスなどがある。これらの表現もローマ美術にすでに存在していた図像を変化させたものである。羊飼いは牧羊生活の描写、もしくは春の愚威、哲学者キリストはエピクテトスの肖像に由来する。すべてのテーマがユダヤの伝統を反映した旧約聖書と結びついており、 三世紀のキリスト教会画とユダヤ教会画はシリアのドラエウロポスのシナゴーグ内のフレスコ画の象徴性と形式的スタイルに見られるように共通点を持っている。徐々に現実描写への関心が失われて形態の平面化正面感が優勢となり説話的意味合いが失われ象徴的表現が確一化されていく。職人たちは 精神世界を描くために、形態の調和や現実感を排除した。ローマにおける地上の聖堂建造物の、モザイク壁画として、最古のものはサンタ・プデンツアーナ聖堂のアプシス、装飾である。コスタンティナの石棺現在バチカン美術館、所蔵カタコンベに、絵画表現が現れた頃、まだ、キリスト教彫刻は存在しなかった。 これは、キリスト教に改修した裕福な階層の人々のための石棺装飾としてゆっくりと発展し、古典時代後期の異教の僧霊シンボルをテーマとして取り入れた。4世紀の初期キリスト教石棺はそのほとんどが、ローマの工房で作られたものである。材質は、石灰岩、大理石、稀に市販岩が用いられた。 初期の石棺装飾は、異教奏礼美術のそれに、わずかに、キリスト教的なモティーフを加えたものであったが、3世紀末には、聖書物語場面を多数描くような、フリーズ型石棺が主流となる。4世紀後半になると、大型石棺が登場し、聖書物語ではなく、偶意的な表現を描いたものも現れた。 初期キリスト教時代の作品には自分の本性の法則や自然法則に従った表現が見られる。しかし、中世美術になると精神世界のイメージが重視されるようになり、重力の法則や有機的な動きによる自然主義にとって変わって不条理のロジックとも言うべき原理による表現が見られるようになった。A.B. コシ一 西洋中世美術除雪中世哲学会2018年9月12日閲覧ありがとうございます。